はい、今日の質問です。神はなぜ信仰を要求されるのでしょうか？神が目の前に現れてくださったなら、疑り深い私でも信じると思います。神はなぜそのようにされないのでしょうか？はい、信仰の必要性について、いつものように三つ申し上げます。一番目に、信仰、あるいは信頼ですね。信仰はすべての人間関係の土台です。 私たちは相手に対する信頼がなければ心からの交流を持つことは不可能ですもちろん私たちには他者のことを全て理解することなどできません自分自身のことさえ完全に理解できていないんですそれでも私たちは与えられている情報をもとにその人が信頼できるかどうかを判断し交友うう関係を築きます 信頼のないところに真の人間関係は育ちません。神との関係もそれと同じです。有限な人間が神を完全に理解するのは不可能なことです。しかし、与えられている情報をもとに神に信頼することは可能です。2番目に、不信仰、つまり疑いですね。不信仰が罪と死をこの世界にもたらしました。アダムといえばは、 神の約束の言葉を疑い、疑ったんですね。自分で善悪の基準を選び取ろうとしました。創世紀三章にそのことが書かれています。自分で善悪の基準を決めることは、自分が神になるということです。アダムとエヴが神に反抗したので、罪と死がこの世界に侵入してきました。罪っていうのは、 神に喜ばれないすべての行いや思いのことです。死っていうのは神からの断絶です。そして死には霊的死、肉体的死、永遠の死という三つがあるんです。霊的死というのは神との分離です。肉体的死というのは魂と肉体の分離です。永遠の死というのは霊的死が永遠に続くということです。このように 不信仰、疑いが罪と死をこの世界にもたらしたんです。三番目に、それを解決するための方法ですが、信仰が罪と死の問題を解決する唯一の方法です。私たちは自分の技によって救いを得ようとしてもそれは不可能です。自力救済が不可能なので神が救いの道を用意してくださいました。それがイエス・キリストの十字架です。 私たちの罪はイエス・キリストの身代わりの死によって許されました神と和解するための唯一の方法はイエス・キリストを救い主と信じることです神は信じるために必要な情報を十分に与えてくださいましたそれが記されているのは聖書ですそしてローマ人への手紙五章一節にこうあります こうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神との平和を持っている。なんと素晴らしいことでしょうか。なんと素晴らしい宣言でしょうか。どうかあなたも信仰によって神との平和を手に入れてください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。